はい、どうも、勘九郎です。今日なんですけど、これまたね、ちょっと質問に答えていく動画を撮りたいなと思います。今日はですね、勘九郎さんは生活保護ですよねっていうね、質問がね、コメントで結構来るんでですね、それについてちょっと話したいなと思います。結論を先に言っちゃうと、僕は生活保護は受けてません。はい。生活保護じゃないですね。僕今は無職ニートですけど、まあどうやって生活してるかっていうと、前にもね、ちょっとお金関係の動画はアップしてるんですけど、僕24歳で病気になってるんですけど、18で東京出てからずっと、まあ最初1年間だけ専門学校通ってるんですけど、その後19歳からずっと2年前にちょっとまあ僕、統合失調症をまた再発してるんですけど、その再発するまではもうずっと働いてたんですよ。仕事をしてまして、それでね、貯金が結構あるんですよね。なんで貯金で生活してるっていうのもあるし、あと、まあ副業でアフィリエイトっていうのを僕やってまして、そのアフィリエイトの収入も、まあ今はもうその副業のアフィリエイトはやめちゃってるんですけど、継続収入っていうのがあって、まあずっと、まあ僕がアフィリエイトをやってた時の収入っていうのが今でもずっと入ってきてるんですね。もうやめて何年ぐらいになるかな ?5年くらい多分なるんですけど、ずっとお金が入ってきてて、その、まあアフィリエイト収入があるっていうのと、あと、YouTube ですね。このチャンネルもそうだし、あと、まあ別のチャンネルも僕持ってまして、そのチャンネルとこのチャンネルからの、まあ YouTube の収益っていうのもあって、そんな感じでなんやかんやでね、お金も今も収入が、まあ少ないですけどね、少ないですけど入ってきてるし、まあ貯金もあるしっていうので、それでね、生活してるんですよ。なんで、生活保護ではないです。はい。これね、なんでね、生活保護を受けてるように見えるのかどうかわかんないんですけど、なおかね、そういう、勘九郎さん生活保護ですよね、みたいなね、コメントか、質問じゃないな、コメントが結構来るんでね、それにね、確か毎回、いや、違いますよっていうね、返信するのもちょっとめんどくさいんでね、新しく、ちょっと今回動画を撮ってみました。はい。まあ、そんな感じでね、僕は生活保護ではないです。はい。それでね、今日は動画終わってもいいんだけど、ちょっと短すぎると思うんで、僕のね、今日の朝ごはんをね、食べてるところを動画に撮ってみたんで、今から流したいなと思います。はい。食べるのはね、これですね。芳醇チキンカレー。うん。これ、ちょっと食べてみたいなと思います。これ食べたことないんじゃないかな。でね、ご飯はいつものもち麦ご飯ですね。はい。これをね、二つともちょっと温めていきたいなと思います。はい、できたんで、いただきたいなと思います。こんな感じかな。じゃあ、いただきます。うん。グッドです。美味しい。最近はね、もうこのレトルトカレーばっか食べてますね。うん。美味しい。うん。うん。うん。鶏肉入ってましたね。鶏肉いただきます。うん。食べ終わりました。はい、ごちそうさまです。チャンネル登録よろしくね。はい、どうでしたでしょうか。僕の朝ごはんは毎回ね、カレーっていうね、レトルトカレーを食べてます。はい、そんな感じでね、今日は動画終わりたいと思います。僕、無職ニートのリアルな日常みたいな動画もたくさんアップしてますし、あと、僕、統合失調症なんですね。なんで、統合失調症関係の動画もたくさんアップしてるんで、もしよかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あと、この動画が良かったと思ったら、グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。